龍が如くオンライン、今しがたね、始めたばっかりで、早速ストーリーモードやっていこうと思うんだけど、メインのストーリーの他にキャラクターストーリーってあるんだよね、なんかそういうのが。でね、俺一人だけめちゃくちゃ気になるやつがいて、このね、阿部雅也ってやつ。見た目やべえんだよね。これ見れるかな、これ。何をやってるんだ、こいつは。体中に手錠を巻きつけて、絶対職質不可避だろ、こんなやつら。で、こんなさ、もうサムライスピリッツに出てきそうな髪型もしてるし、いや、この強キャラ感、凄まじいけど、オーラが。でもなんか、レアリティが、なんか、レアなんだよね。コモンの一個上っていう、こんな見た目なのに。っていうので、ますます気になって、ちょっとこいつのキャラストーリー知りたいわ。まあ、とりあえず何でもいい。あ、でもギー、ヨウか。ってことは、ギに強いのが、シンか。あ、でもいいや。俺赤のキャラいないし。そこら辺はいいや。気にしないとこ。それよりも、やっぱ阿部雅也のストーリーが気になるわ。完全に実写ね、これ。完全に実写。来た。春日一番。おらー。うぐ。ん？トイレ。あ、ここある。カムロ町のこのトイレよくある。よく出てくるわな、ここ。何かっつったら起きるような、ここ。お、ホームレス。これ。この格好でホームレスなのか？あ、ホームレスを駆除しようとしてる。意外といいやつなんじゃない？もしかしたら。いや、いいやつなのか？ちょっとわかんない。てん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 。逃げようともやり返そうともしない。やばい。強キャラ感がすごい。てか、よくこいつらもさ、こいつらもさ、こんな見た目のやつに喧嘩売ろうと思うよな。お、20発。勝った方が今日の飲み代おごりない。行くぜ。てん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 からのびっくりマーク。あら。春日一番入ってきたか。このゲームの主人公ね。キリュウちゃんではない。生きる価値もねえゴミだ。だったら俺らが好きにして。その言い分すごいな。もっといろんなさ、弱そうなホームレスいると思うんだけどね。わざわざこんなめんどくさそうなやつに。お、元登場会の春日一番か。あ、そうなんだ。俺それすらも知らなかった。お勉強してるじゃないか。あ、こいつやれば兄貴から金一封だぜ。こいつらポジティブ。ネカかポジかっつったらポジだな、こいつら。どう考えても。これさ、ここのトイレさ、外から丸見えじゃない？さすがにこれ作り悪くない？いくらなんでも。お、え、強い。ちょっと待って、強すぎる。強すぎるぞ、相手の能力。ちょっとびっくりした。びっくりした。こっちも超技使おう。女性の攻撃力がアップ。で、味方の防御力が上がります。伊達さんのおかげで。いや、でも待って、向こうの、ちょっと待って。キャラストーリーっていきなりやっちゃいけないのかな？すこぶる強いんですけど。はるか、味方3体回復。ああ、なるほど、そういう効果持ってんのか。やべえ、ちょっと待って。これ、ちょっと厳しいかもしれねえ。勝てない可能性あります。伊達さんの防御力のこのアップってさ、重ね掛けできんのかな？早くアップしてくれ。春日一番の超技使いたいから。一番の強い技。春日一番の一番強い技使う。やばい、体力、もう死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと使うかも。よし。うわー、ちょっと厳しいな。春日くん死にそう。回復しよう。はるかちゃん回復、回復して。おい、なんで、あ、そっか、桐生死んじゃったのか。桐生じゃない。春日。超技使わざるを得ないかな、これ。タイミングよく。タイミングよく。グッドか。くそー、防御力全然アップしても、向こうのレベルが高いから勝てねえじゃねえか。やばい、思ってるほどあれだな。いきなりやっちゃいけないストーリーだったな。まだみんな俺レベル1だからね、こっち。レベル1でも勝てんのかな、むしろ。どうなんだろう。もう一回使うぞ、ヒートアクション。タイミングよく。タイミングよく。あー、ちょっと遅かった。このカスキの技微妙だよな。女の子の攻撃力、防御力上昇。
この中に女の子一人しかいないわ。まあ、あの一応伊達さんヒロインとか言う人いるけど、ね、ポジション的には ポゼッション的には。でもあと一人、これ勝てるかもしれない。これ伊達さんじゃない方が良かったのかな。最初のチュートリアルでもらえるキャラの日野翔平みたいなやつ、あいつの方が強そうな気するな。やっぱ攻撃力、攻撃が最大の防御。あ、また失敗したって言うしな。このチンペラチャカ持ってんじゃん。ちょっと待って、チャカ持ってんのかこいつ。撃ってくんなよ。しかも今気づいたわ。あ、倒した。伊達さんのしかも攻撃の仕方がね、あれなんだよ、お酒をぶっかけるっていうなんか女の人じゃんそんなの。お酒ぶっかけて攻撃って、うわ結構大変だったな。いきなりレベル20ばっかりだもん。歯応えのね連中だな。まだ語らない、何も喋らない。あれ来た、やっと喋った。別にそれでもなんだ、聞こえてんじゃねえか。あ、どこ行ったんだこいつ。せっかく助けようとやったのに。やっぱり謎が謎を呼ぶ男だな、阿部正也。ちょっと待って、レベルさすがに上げないとやばいわ。でこのゲームもね、漏れなくね、まあ、スマホゲーによくある属性系なんだよね。心技体っていう感じで長押しでレベルアップ。あの言ってしまえば草ポケモンは炎に弱くてみたいな、で炎ポケモンは水に強くてみたいな、そういう感じの心技体で、こいつが陰と陽の陰なんだよね。まあ、光と影みたいな。で、まあ、大概どのゲームでもそうだけど、まあ、陰と陽が強いよねっていう、その属性効果をあまり受けたりしないからっていう、勝手に俺は思ってんだけど、ちょっと伊達さんもレベル上げるか。さすがに。レベル、どんぐらい上げればいいんだろうな。もう一個ぐらい上げとくか、一応。カウンターからこんにちはっていう感じで、まあ、始めたばっかだからね、何が強いとか弱いとかちょっと分かってないんだけど、いきなりキャラクターストーリーやっちゃいけないっていうのが分かったわ。メインストーリー行こう。2章失われた故郷、全員生存でクリア、180秒以内コンティニューせずにクリア。了解了解しました。お、マジマの兄貴もう手に入れてる人いるのか。ガチャガチャ回すのに結構ね、あの本当今の状況始めたばっかりだったらそれこそ課金しないといけないね。ダイヤがそのないからね、本当にゼロから始まるから。阿部正、本当こいつ気になるわ。なるほど、春日一番出所の日か。あれ誰もいない、こいつマジか。あ、絶縁ってなんかあれだな。キリュウちゃんの時となんか似てるな。あ、さすがにキリュウちゃんの時はいたけどね。でも、伊達さんだけだっけ。あ、あとなんかもう一人ぐらいいたよな。なんか名前がもう全然昔やったばっかだからな。昔やったっきりだからもう覚えてないな。カムロ町。今のカムロ町こんな感じなのか。17年も経ち当たり前か。うん。これはまた無所帰りか。あら、ちょっと待って、イラストが全然違うんですけど。ちょっと待って、イラスト全然違わない？同じ世界の人とは思えない。まあ助けるのか。YouTuber みたいじゃん。この柄の悪いやつ。いるじゃん、こういう人。絶対にうさんくさい感じの。でもこの人キャバ嬢っぽいな。あ、行っちゃう。なんだよ、助けて損したじゃねえか。うーわ、コテコテのコテコテの柄の悪い男。金ピカのシャツ、そしてネックレス、中田翔的なスタイル。来た、ヤクザ。動きが面白いな。おたげみたいじゃん。すごいリズム感良さそう。よし、まずはサンドイッチマン伊達を殺して、
こいつの超技みたいな。あ、普通に殴るか。お、マジマナイフか、やっぱり。マジマの兄貴。ナイフでスチャスチャスチャってやるやつか。強いんだよな、本当に龍が如くの時のマジマ。あの、ガードじゃ、あの、なんつうの。耐えられないからね、ガードだけじゃ。まあ、ここら辺、おわ歯、なくなってる。泡吹いた。そしてまだいるのか、人数。めちゃくちゃ人数いるじゃん。何、6人で女の人1人を。マジか。6対1だったのか。じゃあちょっと、アベマス使おう。大岩も使うか。ここら辺のキャラなんかあんまりよく知らないんだよな。お、アイテム。今なんかゴミ箱？あ、タッチで攻撃しろ。なるほど。あ、アイテム拾って、なるほど、殴るのか。はえー、そんなのもあるんだ。何持ってんだ、こいつ。え、何持ってんだ。あ、瓶の割れたやつか。割れた瓶か。はぁ、あ、はぁ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 。なんか美味しそうなお肉かと思って、一瞬。来た、キモオタ。キモオタボコボコにするか。じゃ、まず防御力アップしといて、とりあえず。アベマサで決めるか。手錠で拘束しちゃう。あ、ヒートアクション使ってみるか。そう、タイミングよく押さないといけないんだよな、これ。これちょっと難しいな。なんか難しいところに、あの、押すマークがあるからさ。右端っていう。マジマの兄貴、あ、でもマジマの兄貴の技ちょっと見てみたいな。ヒートアクション。終わっちゃったな。これいつのシリーズのキャラなんだろう、この大岩とか阿部って。俺はなんだっけな、ワン、ツー、スリーぐらいしかやってないから、新しめのキャラなのかな。お、装備が解放。